本日は12月19日ということで、このチャンネル G パラダイスが始まってちょうど1年ということで、1周年おめでとうございます。はい、で今回はですね、1周年の記念ということで、過去1年間をざっと振り返ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。始めた当初はですね、ちょっと1年も続くとは思ってもみなかったんですけども、次第にね、登録者もおかげさまで増えてきまして、今3600人ぐらいですかね、おかげさまで着々と、登録者も増えているということで、皆さんの応援のおかげでですね、ここまでやってこれたと思います。本当にありがとうございます。ということで、こちらも第2回ですね。G-SHOCK初のアナログモデルと復刻版の比較ですね。これは2回目から結構作り込んだやつでして、この頃はやっぱりまだ慣れてなくてですね、10分の動画作るのに30時間ぐらいかかってましたからね。まあ大変でした。企画して何喋るとか、構成考えるのに10時間とか、撮影に10時間、編集に10時間とかね。それでも最初は全然もう再生数伸びなくてですね、気持ち折れそうになるんですけどね。まあとにかく好きじゃなければ続かないなって思いましたね。これは3本目ですかね。 G パラダイスのコンセプト、名機の歴史を紐解くってやつを気合い入れて作ったんですよね。どうですかね、柏さん、ダメですかね。 G-SHOCK って昔は新しいモデルを発売するとき、通常このようなライトグレーの液晶と、こっちのようにゴールド、初代マットマンはやっぱりいつ見てもかっこいいですね。4本目はガウスマンでしたね。もともとはマットマンとして発売されたのに、途中でガウスマンと改名されてしまったのを独自の解釈で解説しておりまして、これも初期の力作でしたよね。マットレジスト構造を搭載してるってことなんですね。バイクレースの公式モデルになったりしてですね、カシオさんの力の入れ具合も明らかに本腰を入れてるなって感じがするんですよね。G-SHOCK で初めて対峙性能がついたとか、なんか難しい話なのをできるだけ分かりやすく飽きないようにっていろいろ工夫したんですよね。象徴するネーミングが付けられたんですが、じゃあガウスマンにはどんな新技術が搭載されたんでしょうかね。これはマットマンの世界後編ですね。世界の柏さんからすればですね、北京オリンピックのタイミングで、当時高度経済成長中の中国のビッグ市場にですね、電波時計を投入できたわけですから、まあなかなかいいこと言ってますよね。でもなんかこの頃ってまだ喋りがゆったりっていうか、まったりしてますよね。しっかりとその役目を果たしたと言えるんじゃないでしょうかね。出ましたキング、実はマットマンでしたとかなんか言ってね、無理やりマットマンにねじ込んできたやつですよね。って感じで出ました、武骨な G スティール。この回が G パラでは初めての新作レビューだったんですけど、この一本の魅力を伝えるっていうのはね、逆に結構難しかったんですよ。マットマスター GWG1000 の3本一気にレビューですね。 GWG1000 のレビューをしていくわけですけどもね、もうごつさ加減がもう半端ないですよね。発売からもうね5年も経過しているっていうのにかかわらず、まだ現行でこれぞ G-SHOCK って感じで、もうどれも惚れ惚れしますよね。これ YouTube 始める前からもう絶対動画にしたいなーなんて思ってましたね。なのでこれ出来上がった時はもう夢が一個叶ったって感じで、もう感無量だったんですよね。ついに来ました、俺のフロックマン一気見せ。もうよくこんな思い切ったタイトルにしたよねって感じでね。まあレアものなんかも結構集めてたんで、まあ、要は自慢したかったんでしょうね。これでもう本当すいませんでした。主な型番は DW8200 に、このようにですね、水中でも、視認性が上がったということですね。この3代目はですね、2代目の販売終了と時を同じくして2001年にその役目を全うし、販売を終了しているんですね。あ、これはフロックマンなのに MRG っていう、まあ、すごいやつですよね。このフルメタルフロックマンの単独レビューってありそうでなかったんでね、使命感に燃えて作った動画ですね。誰もやらないからこそ俺がやらないとみたいな感じでね、これぞ G パラダイスって感じで、なかなかいい動画に仕上がってるかと思います。おそらくカシオさんもですね、このモデルにはかなり強い思い入れがあったんだと思いますね。多分この回が登場機種一番多かったんじゃないですかね。おそらくおかげでかなり長い動画になってしまいましたね。ほんとすいませんでした。35周年の時にもですね、こうやって、節目節目にですね、いっぱい見せりゃいいってもんじゃないんですけどね。普通なら一種ずつやればいいものを一気見せってね、やっぱり早く自慢したかったんでしょうね。この頃は元気があったっていうか、もう生き急いでる感じすらしますよね。テンション上げ上げポイントなんですよね。
まあ、でも作ってて再認識したんですけど、フロックマンっていうのは本当いつの時代でもかっこいいですよね。これは間違いないですね。まさかフロックマンでアナログが出るとは想像もしてませんでしたからね。本当に驚きました。であまりの驚きでやっぱり1本買っちゃいましたけどね。オクタゴンモデルなんて言ってね、無理やりかこつけて新旧対決なんて、結局対決はしてないんですけどね。面白そうなタイトル考えるの必死すぎで、まあ、サムネイルも結構凝り始めた頃ですね。いかにサムネイルで興味引いて動画見てもらうかなんてね、もうこればっかり考えてましたね。この当時は GM とオリジナルとの比較レビューって結構いい企画だと思ったんですけどね。でもこれ再生数そんなに伸びなかったんですよね。私的にはなかなかいい動画になったと思ってるんですけどね、ちょっと心が折れそうになった記憶がありますね。 GA の方は 72g、 GM の方は 93g。 レンジマンのことをヤマジーと言い切ったのは私でございます。はい、この左側の出っ張ってるところにですね、圧力センサーがついておりまして、レンジマンのご先祖様はなんとこのスカイフォースだったんですよね。なんてマニアックな動画なんでしょうか。もうマニアックすぎて再生数も全然上がらなくてね、もうでも気にしません。もう我が道を行くって感じでしたね、この頃は。もうここまで来ると山地というよりはもっと上、空から落下するスポーツ、スカイダイビングに特化して作られたんじゃないか。これもかなりの力作でしたね。カシオさんの熱い期待が込められた新型ライズマンなんですが、そしてこちらは2010年5月に発売されたメインミリタリーカラーズになり、この深いマットブラックに白の差し色がうまく調和しておりまして、強烈な存在感を醸し出してるんですよ、ね。レンジマンの特徴は何といっても G-SHOCK 初のトリプルセンサーを搭載してきたところでしょうかね。このようにボタンとかサイドビス、勇敢なんかにふんだんにメタルパーツを取り入れてきてるんですよね。まさにヤマジーのレンジマンにはぴったりのデザインというかコラボですよね。皆さん G-SHOCK でフルメタルといったらまず何が思い浮かびますかね。私はやっぱりこれですかね。こちらは G-SHOCK の原点。これ2018年に発売されたのにもかかわらず、今年一番売れたのがこいつだってタイムステーションネオさんが言ってました、この間。メタル G の魅力について語ろうってタイトルにしたら、やっぱりコメント欄から語ってくれる人結構増えたんですよね。かなりの人気モデルでして、 G-SHOCK 最高峰の MRG でございます。この最高峰をやるってことはですね、結構自信がついてきたってことなんですかね。これ今でも仕事中につけてるほどお気に入りなんですよ。何しろメタルのブレスレットを作るだけでもですね、違う形の初期の MRG をしっかり紹介してますね。本当これもかなりマニアックな動画になりましてね、でもコメント欄からこれまだ現役で使ってますよ、動画にしてくれてありがとうございますなんてね、いただいたりして、こういうコメントいただくとね、まあやってよかったなって思いましたね。同時にこのように流通を守りつつ回しやすくしたこの独特なガードも G-SHOCK 初になるんですよね。この MRG 編はですね、はい、その歴史を調べるだけでも膨大な時間を要しました。15時間ぐらいかかったんじゃないですかね、調べるのに。で、調べてる最中ふとね、俺何やってんだろうって疑問が湧いてきたりしましたね。これは結構辛かったですね。ちなみにこのサムネイルはビートルズのセカンドアルバム「ミート・ザ・ビートルズ」っていうジャケットのデザインを真似して作ったんですけど、気づいた人いますかね。このような感じで G-SHOCK の理念、壊れない時計をさらに強度を増していくということで、 MRG はさらなる光学化の道を突き進んでいくことになるんですね。MRG 編ついに最終回ということで、この回ではもう断髪式とか言ってね、ベルト調整やってみたり、いろんなことに挑戦し始めた頃ですね。でもこれはほんと編集が大変でしてね、だって切ってるとこダラダラ見せられても飽きちゃうじゃないですか。なので相当カットもしましたし、2倍速にしたり、いろいろ苦労してるんですよ、この回は。ぜひ後で見てやってください。切れないですね。この調整の時はですね、一番この内側で合わせていきたいと思います。さあ、どうでしょう。おー、やった。ぴったりです。G-SHOCK の中では唯一無二の世界観を持つこのジェイソンモデルですね。実はこいつも開始当初からずっとやりたかったモデルでしたので、制作中もずっと楽しかったですし、作り終わった後もほんとすがすがしい気持ちになりましたね。でもやっぱりマニアックすぎたので、そんなに再生数は上がらなかったんですが、まあ、やってよかったなって思ってます。見えてくるんですよね。どうでしょうか。美味しそうですよね。このように第一次 G-SHOCK 黄金期の真っ只中を駆け抜けたネグザクスシリーズは、当時の若者カルチャーの牽引役として見事その役割を全うしたんですね。
これはマスターオブ G の陸海空最新の3機種を一気にデビューしたんですけどね。これもかなりの力作だったと思います。やってる本人も結構興奮して喋っちゃってるんで、いつも以上に聞きづらくなってしまった感はありますね。この頃からだんだん喋りが早くなってきたのかなと思いますね。最新のイギリス陸軍を腕に巻いてる感じになりますかね。全体をこのように戦闘機の機体のようなダークグレーにしてきてまして、そこへ純度の高いホワイトの差し色が強烈なコントラストを生み出してまして、こちらはイギリス海軍史上最大級の空母クイーンエリザベスをモチーフにデザインしたということで、このように体全体で英国海軍を表現しておりまして、やっぱりこれも腕に巻くだけでテンション爆上がりなんですよね。この回では初めてモバイルリンク機能の使い方をレビューしたんですよね。休日はラバータイプと交互につけてるくらい大好きなんですよね。このようにメタルによる力強さと高級感を同時に、そして全体的に向上させてることが分かりますよね。これ G ショック初のスマートウォッチが発売されるってことで、もうこの回からすでにテンションマックスだったんですよね。だから発売が待ちきれなくて、もう結構先走ってしまった感がありますよね。まあ、でもこれもおかげさまで結構再生数が上がりましてね、Gパラの真骨頂、そのルーツを探るシリーズっていうのを多くの人に知ってもらえた一歩になったかと思います。でこれが待ちに待った G ショック初のスマートウォッチ G スクワットプロ GSW-H1000 でございます。この時はこれが到着するや否やすぐに取説を読み倒しましてね、それから2日ぐらい実際に操作しまして、人に教えられる程度まで使い倒してから撮影に臨んだんですよね。その甲斐もあってかこの動画が結構バズりましてですね、神回になったんですよね。 B シリーズでは初代になる GST-B100 も結構薄かったんですが、これも当時出たばっかりの G スティールの新作でして、この青の洞窟のようなねコバルトブルーの文字盤に一目惚れしちゃったやつですよね。これも G パラ始める前からいつかは白 G だけを特集した動画を作るんだってずっと思ってましたので、かなり力を入れて作ったやつですね。白 G の特集ならやっぱり夏が始まる頃に上げた方がいいよなーなんてアップ時期まで考えたりしてね、 G パラには珍しく女性の水着姿もねたっぷり盛り込んだりしてね、でこの機種にはこの子が合うかなーなんてね、ほんと楽しかったです。このサムネもどうですか、湾岸戦隊ガルフマン、かなり振り切ったタイトルつけちゃったんですけど、そんなに反響は良くなかったですね。でもまあガルフマンの歴史も奥が深かったですね。昔のカシオさんはフロクマをはじめ結構海に力を入れたんですよね。 G ショックって釣りとかサーフィンにも合いますからね。海の生物の有機的なイメージをデザインしたということなんですが、私はなんとなくこの辺がサメとかセイウチなんかの肉食系動物の牙のように見えるんですが、いかがでしょうか。こちらエクストリーム G ライド99夏モデル、これももろサーファー向けって感じで今見てもかっこいいですよね。この回も結構起こったマニア向けの動画ですね。時報をバイブレーションで知らせてくれるというサーファーには画期的な機能を搭載したサイレンサーとか、釣り人に向けて開発された GW7900 とかも絡めつつ、私の勝手な新解釈を差し込みながらですね、分かりやすく海 G の歴史を解説したんですけど、やっぱりマニアックすぎてそんなに再生数は上がりませんでした。2代目ガルフマンの GW9100 からバージョンアップしたモデルになります。バージョン 2.1 の時代では G9100 と並行してラストレジスト構造を外しただけの GW7900 をリリースしてきたんですね。こちらです。電波ソーラーとタイドグラフなどの海に特化した機能を搭載してきておりまして、バージョン 2.1 が出る前のことでしたから、サイレンサーにとって代わる新しいモデルが出たということで、これも多くの海 G ファンからの支持を得まして、瞬く間に人気モデルになっていったんですね。これは久々の新作レビューですね。この動画から作り方をガラッと変えたんですよね。それまではカメラ1台で喋りながら普通に撮影してたんですが、それだともう喋りと同じ勢いで時計をガンガン揺らしすぎちゃったり、トークに集中できなかったりで、まあ、ありがたいことにコメント欄からも結構ご指摘を受けてたりしたんですよね。じゃあどうしたらいいのかなーって一生懸命考えまして、一生懸命考えた結果、トークと撮影を別々にするっていう方法にたどり着いたんだ。なのでこの動画から徐々に改善されていくんですね。これ以前の動画とちょっと見比べていただければと思います。これちょっとマットマスターに似てるからといって比較動画を作ってしまったってやつですね。まあ今思うとちょっと恥ずかしいですね。さっき言ったこの新しい作り方も2回目なんで結構慣れてきてましたね。
動画のクオリティが上がっていくのが自分でもわかるんで、さらに動画制作が楽しくなってきたことですね。アナログ化された海爺3連発、タイトルも海王とつけてしまうほど気合の入った回でしたね。何しろ全部かっこいいんですけど、 GWN-9000 のコンポジットバンドのモデルは私のベスト5に入ってくるんじゃないですかね。これほんとかっこよかったですよね。これ動画作っててほんとお値段以上の価値を感じたんですよね。これオリジナルとの比較をしたんですが、これやっててこれ最初からメタルで作るの想定してデザインしたなって思うほどメタル化がしっくりきてたんですよね。久々にメタルジーの魅力について語ろうシリーズで、これも結構気合入れて作りましたね。 G スティールはほんといい時計ですよ。売れないわけがないっていう要素がてんこ盛りなんですよね。仕事でも使える G ショック何がいいですかって聞かれたら迷わず G スティールを勧めちゃいますもんね。モバイルリンクの夜明け GST-B100、 特にこの G ショック初のカーボンベゼルをつけたこの限定モデル、これはほんと名機とエブにふさわしいモデルでございまして、これも私のベスト5に入ってくるほど気に入ってるんですよね。この B300 っていうのはほんとこのようなワイルドなデザインがよく合うんですよね。 G スティールの中では異端児的な存在なんですよね。この B400 になりますとワイルドさとは真逆の正統路線を突き進んでまして、これはこれで進化した G スティールといった感じで、やっぱりかっこいいですよね。これタイトルでは定番の黒 G って言っておきながら、ほとんど定番ではないという結果になってしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。実はこの回からカメラ変えましてね、ソニーの α6400 っていう YouTuber には定番の高性能カメラなんで、この回から若干画質の方は良くなってるかと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっとお金かけました。はい、これ遠くの方がいい感じにボケてくれまして、プロっぽく撮れるんですよね。出ました、お得意の前夜祭動画ですね。すごい新作が出るともう待ちきれなくてやってしまうやつですよね。この回では初代マッドマスター以降のまだ動画にしてないやつをしっかり紹介してまして、完全にマッドマスター総集編って感じになっちゃったんですけど、まあなかなかいい動画になってるかと思います。はい、これが待ちに待った新型マッドマスターのレビューだったんですが、にもかかわらず初代とコース付けがたいなんて言ってしまいましてね、カシオさん申し訳ございませんでした。もちろん新型の方が勝つに決まってるんですが、まあそれだけね、初代の出来栄えが良すぎたってことなんですかね。この GA110 はもう私の大好物でして、2010年の発売当時から少しずつ集めてきたやつなんですが、それをこの回だけで全部まとめて紹介したっていう、もう渾身の自信作だったにもかかわらず、さほど再生数が上がらないという惨憺たる結果になってしまいまして、もうかなり凹んでしまったんですが、でもこれで悟ったんですよね。量ではないんだなと。一本でももう内容の濃いもの、面白いものを作ろうと決心したんですよね。ということで、ここからラストスパートということで、5本連続で単独レビューが続いていくわけなんですが、それまで1本を 4、5 分で収めるっていうのをやったことがなかったので、この短い時間でどう伝えるかっていうのが逆に難しかったですね。これも3分半という短い動画になりまして、これジーパラ史上最短になったやつですね。これは G ショック史上最軽量、最終進化系オリジンとして紹介させてもらったやつですね。今回のお気に入り5本の中でも一番気に入ってるやつでして、もう毎日使ってますこれ。こちらは最初にアップした時のサムネイルでございます。ちょっとふざけすぎたと思いまして、すぐに作り直したんで、これ見た人少なかったかと思います。このフロックマン、ブレスタイプなのに腕につけても全然ヒヤッとしなくてですね、むしろあったかいと思ってしまうほどぬくもりを感じる付け心地なんですよね。これ本当に冬におすすめの G ショックだったんですよね。あ、最強の G ショック。もうこれでとりあえずラストでございます。いや、お疲れ様でした。この回で空 G 解禁ということで、これで1年目を締めたって感じになったんですけども、ということで、来年からはもういよいよ空 G からスタートということになるんですが、このチャンネル G パラダイスもですね、
このソラGのように大空に羽ばたいていけるような、そんな1年にしていけたらいいなと思っておりまして、もうより一層ね精進してまいりますので、これからも変わらぬご贔屓をどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。